はい、第2次王城さん、昭和ミスターイメッサイズで50センチ、親恋がビッグスターです。お願いします。はい、親恋ビッグスターです。非常にベニの厚みのある声です。頭の方の幅もあって、墨の方も頭の方に持ってきて、非常に昭和らしい声だと思います。はい、はい、後半のね、墨がこれからどうなっていくか楽しみですね。そうですね、墨が締まって白地がいくらか出てくると、非常に墨模様になって、雰囲気のある声に変わってくると思います。それではちょっと場所が悪いんで、横をついでに行ってみたいと思います。はい、はい、はい、非常に元気があります。はい、はい、波が立って行きたいかな。非常にお筒の方までよく肉が入ってます。はい、そうですね、第二さんの2歳にしては小さい方かもしれないですけど、体はしっかりした方ですね。はい、はい、非常にやっぱこれだけお筒の方に肉が入っているので、自分が持っても非常によく暴れて、なかなかうまく持てなかったのがこのお筒を見てよくわかると思います。はい、非常に筋肉質の声ということでしょうかね。はい、非常にね、自分ももう何年も声やってるので持つのは上手い方なんですが、普通だったら自分が持てばまな板の声のようになるんですが、この声は非常にお筒に肉が入っているので、私の手にしてもなかなかうまくつかめない声でした。それだけしっかりした声ということでよろしかったでしょうか。はい、はい、いかがでしょうか。元気な声、しっかりした声、これからね、はい、大きくなってくれるんじゃないでしょうか。はい、まあ、ちなみにベニの方も非常に厚みがあって、この体型もそうですが、このベニの厚みが非常に魅力の声だと思います。はい、そして、これからどういう墨模様をね、描いてくれるか楽しみな声ですね。はい、はい、いかがでしょうか。大日昭和2歳メッサイズ50センチ、ビッグスターです。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。